重曹うさぎ 19C、コアパーツに不法侵入を検知。重曹うさぎ 19C、コアパーツに不法侵入を検知。重曹うさぎ 19C、攻撃。全エリア。 防御展開。全エリア防御展開。重装ウサギ一級 C 発射。<noise> 不明物体を検知。レーダー起動。潜在脅威検出。 警戒態勢に行こうあ危険物を検出しまったまさか中層ウサギの弱点が危険なやつ近寄るなブローニャの中枢神経はお触り禁止です いたずら検出、好感度が下がります。艦長の行動が理解できません。艦長、重曹ウサギは使いませんが、他の攻撃手段もありますよ。艦長、重曹ウサギは使いませんが、他の攻撃手段もありますよ。このまま続けるなら、 全館に艦長の行動を放送します当該区域の防御を強化ブローニャはもう失敗はしませんブローニャに何をしてほしいですか艦長言いましたよね重曹うさぎ以外にも攻撃手段がありますって艦長言いましたよね ウサギ以外にも攻撃手段がありますってこのまま続けるなら全館に館長の行動を放送します HB3072 ファイルによるとなでなでは慰める励ます可愛がるを表しますが館長の行動はどんな意味ですか 神経波形異常を検出、未知な感情変化だと思われます。艦長の今の体温は36度8分、正常な範囲です。艦長、ブローニャは何をすべきですか艦長、ブローニャは何をすべきですか艦長、 機体温度の上昇を検出しました識別信号を優軍に切り替えました艦長を攻撃しちゃダメ艦長動かない方がいいですか艦長動かない方がいいですか艦長機体温度がさらに上昇しています 艦長の今の体温は36度8分正常な範囲です暖かいこの感情は何艦長ブローニャはどんな表情をすればいいのかわかりません 重曹うさぎ 19C も艦長を気に入ったようです。艦長、ブローニャのコアパーツに異常が発生。艦長、ブローニャのコアパーツに異常が発生。が、艦長、このままではブローニャの中枢神経が破壊されてしまいます。 防御システムを艦長に対して永久解除します艦長ブローニャの気体温度は異常上昇中です艦長ブローニャの気体温度は異常上昇中ですか艦長このままではブローニャの中枢神経が破壊されてしまいます 艦長、ブローニャの脚部装甲を外して欲しいということですか